とも撮ってるんですか。くるくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。サナちゃん見てる、くるぶしです。チョコラです。はい、始まりました。始まりました、くるちょもチャンネルですけど、しゃーつえー短パンですけども、いやもうほんまもう来年夏先取っていこう、マジでほんまめっちゃ足綺麗よね。チョモってコンプレックスみたいなのないですか。コンプレックス、俺からしたらさ、チョモなんてもう一個もないと思ってるの。コンプレックス、いや、そんなことないよ。こう、年取って、コンプレックスごと自分を好きになろうってなったから、今はさほどあんま何もいろいろ気にしてないけど、小学生の時とか中学生の時とかマジコンプレックスの塊やったから。学生時代で持ってたのはどのタイミングなんですか。まあでも高校生かな。ああ、高校3年間はもう3年間丸々持ててた。ああ、そう、こういうさ、あのイケメンに対してさ、あのモテてた話を聞くと大抵モテたことないって言うじゃん。じゃあそんなことないよって。そうそうそう、バキバキ持ってた。アホか。いや、こんぐらいに普通に言ってくれたら、モテないわけないんだから。本当に羨ましすぎてチンコ立ってきた。ごめんね。学校でしちゃったみたいな話もないですか。どういうこと、どういうこと。学校の倉庫とかでやっちゃったみたいな話はないですか。ない。隣のクラスの友達はあれね、放課後の教室でやってて、あの先生見つかってたね。最悪よね。それどうなんの。定額食らってたよ。定額になるんだ。うわ、でもその定額はいい定額だよ。いや本当に、まあ、しゃあないもんそれは。まあ、でもその子はあれやからね、放課後の教室でやってた子と結婚したからね、ちゃんと。めっちゃ感動。いや、そう、めっちゃロマンティック。待って、これからするお題と全く関係ない感動的な話。素敵すぎる。そうかそうか、素晴らしい。定額ウェディングでしたね。定額ウェディング。クリちゃんはコンプレックスとかある？コンプレックスやっぱり、まあ日本人の7割って言われてる火星方形。掘り込んできたね。俺の方形の話ってしたっけ。向いた時の話。いや、知らん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 。え、向いた時ってどう向いたんですか。これちょっと長くなる。あの、長くなるんですって今日の動画。向いた時ってさ、ベリーベリーって向いた。ベリーじゃないけど、向けちゃった。え、どういうこと。俺小学生の時に、お風呂場で向けるっていう知識が入ってくるやん。いや、でもこんなん向いたらめっちゃ痛いんじゃねえのって小学生の時。怖かったよな。めっちゃ怖くて、でもお風呂の中でちょっと向こうとしてみるわけですよ。こんな向けへんってとか思ってたら、意外とスッと向けて、でも内臓出てきたみたいな感じになって。いや、そうだよね。そう、もうすぐ戻したよね。怖い怖い怖いってなって。そうなんだ。そのさ、抜いた後ってさ、変化なかった。どういうこと。そのなんか腫れたとかさ。あ、全然。そうか、俺はバッキバキに腫れたんですよ。性病じゃない。俺もね、父がいないんですよ、幼少期から。で、母にそういうのを聞いててさ、中二か高校生だと思うんだけど、鬼武者2っていうゲームをやりながら、今しかないと、抜くのは。全然意味やから訳が分からない。何かに集中してる時に怖いから抜いてやろうと思って、パッて行ったんですね。そしたら露出したわけですよ。飛んで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 行ったと思って、そしたらここの根元に溜まってる皮がもう浮き輪ぐらいに腫れ出して、ここうわーっと思って、でもうパンツが当たるだけで痛い。すごいわけよ。もう本当に遊園地にある上だけで回ってるなんか空中ブランコみたいな、あんぐらいのなんかマジで。で、俺本当にその時母親にチンコを切らないといけないっていう、あのカミングアウトをして、あんたどうしたのってなって、ああ、それ大丈夫なのよっていう、あのエピソードでした。鈴木さんにシャレにならない。いや、ほんま、ほんま使い回すな。今日は
ですね、世の7割の男性にですね、朗報というか、そんな男子の強い味方をご紹介したいと思います。すげえ。紹介します。むけてはい、こちらですね、火星包茎補助テープ30枚入りだぞメイドインジャパンということで、まあ何やねんそれ。まあ火星包茎のこう戻ってくるかピッと押さえてくれるテープだと思うんだけどそれ必要まあちょっと中を開けていきたいなと思うんですけど、どんな感じなの。カニみたいな出てきた。カニパン。どうなってんの？30枚入ってるわ。なるほどね。あ、それが全部ちぎれるんや。あ、すごい。あ、なるほど。あ、たっぷり使えるぞこれ。あ、たっぷり使えるね。女性からするとね、ちょっとあれなのかなっていう話はよく聞くんで。あ、そう。うん、え、火星包茎の男って嫌ですか？コメント欄どうぞこちらをちょっとね、いつも弱気な俺がですね買ってみて、ね、下手だな貼ってくるわどういう変化があるかね、はい、一回貼ってきてもらいましょう。はい、それでは行ってらっしゃいませ。達者で。あ、俺がくるぶし、こちらのですね、向けてをチンコに貼って、火星包茎を卒業したいと思います。やってみます。ほっ、じゃあ1枚、これで憧れのズル向けに、じゃあ失礼して。あー、いいね。ただこれちょっと毛が絡んで、ちょっとね、ヘアをカットした方がいいかもしれないですね、毛の覆い方は。ああ、まあでもこんな感じなのかな。ということで、くるぶし、この度、火星包茎を卒業させていただきまして、ズル向けになりました。なんで悩んでたのということでですね包茎補助テープを貼ってまいりましたけども、いやーちゃうわ、この間使ったですね、上縁のですね、まあこのスッと出したねさらっとこの人は鼻につけてますからねなんで今まであんなことまあこの上縁でちょっと今どういう状態かっていうのをね、こっちがチンコの上の部分、下がこの裏筋と言われるところなんですけど、まあこの上面ですよね、上面、自分から見た上面何それこの、このね、上の面の多分透明な方を上にして、この上の亀頭に引っ掛ける、はい、多分そうだよな、今そういう状態なのこれで、まあこのね、これを伸ばしてこう貼ると、こういう、あ、じゃあもう多分こういう状態なんだよ。あれ違うまあでもそれで部位が向けてるってことですね。今ガチ向けですよ。ズルズルのもうクルちゃんが出てますよ。ごめんね。まあだからなんかこうさ、やっぱなんかと生活してるとさ、こう戻っちゃう時あるじゃないですか。うんうん、そうなんかそういう、例えばもう仕事中とか、うん、にこれ貼っとくと、やっぱりいちいちチンコに触らずにいけるんで、多分この世の男子には
ね、いいんじゃないかなと思うんですけども、まあいらねえかな。アンナルに入れた世の火星男子たちよ、誇りと恥じらいを持って生きろ。なんだか分かんなかったですけど最後今回はですね、ちょっと向けてどうですかまああれだな、俺らいらねえからな。いらねえ、いらねえちなみにドンキロートで1000円ぐらいで売ってます。あの今日は向けておきたいっていう方、いらっしゃると思うんで、する前に発せよということで、今回は向けて会ってみたお送りしました。バイバイ、バイバイ、バイバイ。ダメかもしれん。